犠牲者40人以上を出したあの鉄道事故から29年が経ちました <music> 死者42人を出した滋賀県の信楽高原鉄道事故からちょうど29年を迎えたきょう事故現場で追悼式が営まれました新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため知事ら来賓の出席を取りやめるなど参列者の規模を減らして取り行われました 事故は1991年5月14日、信楽高原鉄道の普通列車と JR 西日本の臨時列車が衝突し、乗客ら42人が死亡、600人以上が重軽傷を負いました。